野球とかソフトボールだと大体まあ声を出しながら走って、まあ、そこからこうね、こう 1,2,3,4 っていう形で、まあ、声をかけて、まあ、みんなで一緒になってやるっていうパターンが多いとは思うんですけれど、まあ、高校生の中でやるやらないはちょっと別にしといてですね、基本的にはやっぱり自分がそのこれから練習するぞ、もしくは試合に出るぞっていうことに対してどう準備するか、だから自分の体にとってそのベストなこう、まあ、起こし方っていうんですかね、があると思うので、私は本来ウォーミングアップってのはちょっとそれぞれのパターンオリジナルにできていいと思ってるんですね。もちろんそのポジションによっても実際やることは本来違うと思いますし、なんでただ単にウォーミングアップっていうのは、まあ、なんで必要かっていうところから入ると、結局こうやって勉強しているところとか何もしていない声落ち着いた状態から運動っていうのが高速の、ね、こう爆発的なとか俊敏性が必要だとかっていう、そういうレベルまで引き上げるところがやっぱウォーミングアップなので、例えばキャッチボールしながらウォーミングアップするって本来は正しくないですよね、まずはやっぱりまあ、体の体温、筋温を高めることも必要ですし、その中で血液循環を良くしていって、まあ、酸素をこう運搬能力を高めると、つまり激しい運動に対してしっかり酸素を取る、ね、回るようにするっていうのもそうですし、あとはやっぱり野球とかって実はすごく皆さん複雑な動きをしてるわけなんですよ。筋肉が勝手に反応して動いてるわけではなくて、まあ、ある意味その脳というか神経と筋肉、神経からの刺激というか指令が筋肉を動かしているわけなので、その神経筋というのを、まあ、活性化するって言い方するんですが、要はスイッチを入れる必要があるんですよ。いろんな意味で感覚的なものもそうなんですけれど、要はボールを投げるっていうことに対してどれぐらいいろんな筋肉たちが 筋力を発揮するのかとか、どれぐらいの幅で動かすのかっていう、すごいいろんなことを実は調整された動きなんですよね、本当に。